グーパーチョキソーカンズ、紙石、石は紙に包まれてしまう。ハサミ紙、紙はハサミに切られてしまう。石ハサミ、ハサミは石に歯が立たない。ジャンケンは、三種類の指の出し方で、三すくみの関係を構成し、その相性により、勝敗を決める遊戯である。日本国内では、ジャイケン、インジャンなど地域によって様々な呼び方がある。中国では、サイケン、 韓国では、と呼ぶ。アメリカ合衆国などの英語圏の場合、多くは、ロックペーパーシザーズという呼称が使われているが、シザーズペーパーストーンなどと表現されることもある。コイントスやくじなどと異なって、道具を用意する必要がなく、短時間で決着がつくことから、主に何らかの物事の勝敗や、組み合わせなどを簡便に決定する必要があるときに、使われる。また、 複数回言って何連勝できるかなどのゲームとして用いられることもある。グーパーチョキの三ス組みを用いる一般的なジャンケンのほか、特に一度に大人数で勝敗や組分けを決めるための多い勝ち、裏表、グーパーなどがある。虫犬拳会スモーズへ180グーパーチョキのような、いわゆる三ス組みの関係を構成する遊に、三ス組み犬は、 日本及び東アジアから東南アジアにかけての地域に多く見られる。日本のじゃんけんの起源には中国あるいは朝鮮半島から九州に伝来したなど小説あるが最も有力な説は日本に古くからあったサンスクミ県に17世紀末に東アジアから伝来した数県の内熊県の要素が加わった拳遊びから発展して19世紀末に 考案されたとするものである。数件のうち、1、3、4が省かれ、分かりやすい例と5、及びその間の2を残し、これらに新しく、石、紙、ハサミの意味を与えて、3すくみとしたとされる。江戸時代には、じゃんけんについて記載されている文献はほとんど存在しない。歌川広重が、文政十三年に作成した、風流幼、遊びには、 チョキとグーらしきて遊びをしている用事が描かれているが、ジャンケンであるとの名言はされておらず、本県や熊県といった他の拳遊びでも似た形となることがある。天保九年に刊行された、ハイフーヤナギダルには、リャンケンでハサミを出すは、花屋の子という川柳が含まれており、ハサミを出す拳遊戯としてはジャンケンと共通したものである。江戸時代後期の歌舞伎作家、 日沢は一方が1850年に表した、コート五水には、近頃とうとにて流行りしは、ジアンコ拳なり酒は、コブシ酒色品は、河津人ひよこさん、ひよこひよこビぬらぬらジアンジアカジアカジアカジア,カジアンケンな、バーさに、はと内が叱られて、トラーハウハウつてとろてんなめくでさーきなせえ、あとはキツネねンなりとあるが、これも現在のじゃんけんとは異なり、虫剣の類であろうと推定される。 ウィーン大学で日本学を研究する拳の文化史の著者セップリンハルトは現在のジャンケンは江戸時代から明治時代にかけての日本で成立したとしている。天マ方言分類時点に天マに本土からジャンケンが伝わったのは明治の末であると記されており、明治の初期から中期にかけて九州で発明されたとする説を裏付けている。明治時代に入ると石、紙、 ハサミを出し合う石思犬が普及するようになり、明治26年には石思犬の一名として、ジャンケンの子が存在したとされる。明治37年の尋常小学特本7には、鬼を決めるよ、ジャン、ケン、ポンという表記がある。また、江戸時代末期に幼少時代を過ごした菊池一郎が王子を懐かしんで1905年に観光した。 絵本江戸風俗往来にも、じゃ、んこぶしについて記されている。20世紀に入ると、日本の海外発展や、柔道などの日本武道の世界的普及、日本産のサブカルチャーの流星に伴って、急速に世界中に広がった。秋尾末期の中国で書かれた、極様内いによると、関代中国には、手勢霊と呼ばれるゲームがあったという。極様内いでは、 首相をもって、虎用とし、指節をもって、昇魂とし、大志をもって、つくばいしとするなどの手勢に関する、詳しい記載があるが、遊び方に関して、用法知らずとされ、当時、即中指という遊びのルーツではないかと作者が推測している。前頭詩の879巻には、招き手礼について、あ、その虎用、極その昇魂、もっつくばいしかん虎用の下と、 ルールと思われる記述がある。つくばいしをもって、虎用の下タトスから、三すくみ的要素を見て取れる。拳という呼称は、中国では主に憲法のことであるが、秋代に書かれた、六憲一筆記に、いいの勝つの記述があり、拳遊びのことを、債建、学け勝かなどと呼んでいた。拳遊びを拳と呼ぶのは、中国の影響が考えられる。現在、 中国で行われているじゃんけんは明治以後、日本から新たに伝わったものと考えられるが、同じく再建と呼んでいる。石、紙、ハサミのじゃんけんは、日本起源で近代以降、日本人の移民や交流で世界各地に広がり、日本と密接な関係を持っていたイギリスの旧植民地や南アメリカでも日本人が入植した地域を中心にじゃんけんが行われている。 一方、日本との接触が少ないところでは、石、紙、ハサミのじゃんけんは普及していない。中国や朝鮮では、日本から伝播した際に紙が布に置き換わったため、石、布、ハサミとなった。これは、日本の和紙は薄く大変丈夫であったのに対し、じゃんけんが伝わった、当時の朝鮮製の紙は、空いた2枚以上の紙を貼り合わせて作られていたために、分厚くゴワゴワしており、 曲げたり物を包むことがしにくかったからと推測される。韓国語のじゃんけんの掛け声は、カウィバウィボである。19世紀後半まで鎖国していた日本に対し、19世紀中頃のアメリカ大陸横断鉄道建設の労働者など、欧米に早くから多くの移民を送り出してきた中国式の石、ハサミ、布が世界標準とならなかったのは中国に、 現在のジャンケンが伝来したのが明治以降のことで、当時の中国人がまだ現在のジャンケンを知らなかったからと思われる。現在の中華人民共和国西部地区や中央、アジアでは未だにジャンケンがほとんど普及していない。中国語ではジャンケンの掛け声はシーターチェンツプーであるがジャンジンボーなどという人もいる。また、高齢者の中にはジャンケンを知らない人もいる。 WRPS におけるジャンケンの手の出し方。左からそれぞれグーパーチョキを表す。2002年、世界各地のジャンケン系ゲームのルールを統一し、世界大会を開くためとして、ザワールドロックペーパーシザーズソサイティがカナダで結成された。同団体はもともと1842年にイギリスで設立されたと主張しているが、 この頃にはまだ現在のジャンケン自体が存在しておらず、これは WRPS のジョークである。そもそも WRPS 自体が冗談で作られた団体であり、もし本当にジャンケンが19世紀当時のイギリスで行われていたのなら、旧大英帝国領を中心にジャンケンが普及していたり、他のヨーロッパ諸国にもイギリスから伝わった明らかな痕跡が見られるはずであるが、 そのような事実はない。ヨーロッパでは19世紀以前の文献にジャンケンは存在せず、20世紀になって日本についての記述からジャンケンが出てくる。また、20世紀に日本人が海外での体験を書いた書物にも日本人同士がジャンケンをしていると、欧米人が不思議に思い、何をしているのかと質問されたとの記事が散見され、最近までヨーロッパでは、 じゃんけんがほとんど知られていなかったことが確認できる。このことからも WRPS の設立が比較的最近であることがわかる。日本が舞台となった007は二度死ぬ原作の小説では日本的な雰囲気を出すために主人公ジェームズ・ボンドがじゃんけんをする場面が登場する。日本のじゃんけんのチョキはもともと人差し指と親指を伸ばす数件でのにを表し、 輪バサミの形状をイメージした現在の男チョキと呼ばれるものであったが、日本国内を伝播するうちに洋バサミからイメージされた人差し指と中指を使う女チョキが派生した。じゃんけんのもととなった遊びの多くが九州を中心とした西日本に多く分布し、古い形態である男チョキも九州を中心とした西日本に多い。 男チョキは東京など東日本には普及しなかったので、一部では田舎チョキと呼ばれることもある。ヨーロッパ諸国のジャンケンは女チョキしかないため、日本の関東地方から伝わったと推測される。また、日本ではパーを出す場合は5本の指が離れるように広げるが、WRPS のジャンケンでは5指を揃える。これは、パーは紙であるという意味しか伝わらなかったために生じた。 ものであろう。じゃんけんの語源には、二人で行うから、両権、貯キを示す、はさみ権が変化したとする説、石権の弱権が変化した説、蛇権説、じゃんけんの関東語、再権説、レプチャ語説など、他にも多くの説があるが不明である。じゃんけん本の語源にも、仏教語の両冠法位説や長崎の当人が伝えたという要件言法説があるが、 多数の掛け声の種類があることから疑問であるとされる。一般的な掛け声の声が添化したという、じゃんけん掛け声、じゃんけんほい説もある。昭和4年の全国じゃんけん証拠集では135種類の掛け声を収集し、後には100種以上の掛け声を収集している。また、以下のようにグーパーチョッキはべて日本語であるという説も、ある。 じゃんけんをする生徒たちじゃんけんは二人以上の参加者によって行う。参加者は向き合い片腕を体の前に出す。参加者全員で呼吸を合わせ、じゃんけん、ポンの三拍子の掛け声を発し、ポンの発声と同時に手を出す。この手の組み合わせによって勝者と敗者を決定する。勝負が決定しなかった場合を愛子という。愛子の時は愛、子で、 書の掛け声をを同様に行い書で再び手を出す通常、愛子で書は、勝敗が決定するまで繰り返される。変則ルールで、ジャンポン剣という場合もある。その場合は、通常ルールでは、負ける人が勝ち、勝つ人が負けるというルールになる。愛子の時は通常ルールと、基本的に同じとなる。じゃんけんの、手は、指の動きによって表され、以下の3つがある。 勝敗に関しては、次のようなルールが定められている。二人の時は、以上に加えて両者が同じ手を出した時には、相子となる。三人以上の時は、全員が出した手が三種類のうちの二種類だけであった時に勝負が、決する。例えば、五人中二人が、パー、三人がグーを出したならば、パーを出した二人が勝者となる。全員が同じ手を出した時や、 すべての手が出た時には、愛子になる。一見してわかる通り、グーパーチョキの三者は、三ス組みの関係にあり、三つの手の間に、特別な優劣もなければ、勝敗の確率が人によって変わることもない。この三者の関係は、そのモデルである、石、紙、ハサミを考えると理解しやすい。つまり、以下の通りである。なお、ポンのタイミングに、 手が出なかった場合はやり直しになる。特に、わざとタイミングを遅らせて、相手の手を見てから、自分の手を出す行為は、遅出し、後出しと呼ばれる反則であり、負けとみなされる。なお、この反則行為から派生したゲームとして、親の出した手を瞬時に判断して、子が勝てる手を出す、後出しじゃんけんというゲームもある。ちなみに、 1990年代以降の東京都知事選挙においては、知名度の高い立候補者が都民にインパクトを与えて、得票数を増やす目的でわざと遅い時期に出馬を表明する風習が定着しており、これを後出しじゃんけんと呼んで揶揄することも多い。上で述べたルールによれば、対戦者が増えるほど愛子になる確率が増えるため、決着が遅れることがある。 このため次のような対策が取られるのが普通である。審判がいない場合審判がいる場合じゃんけんは偶然性に多くを支配されるゲームであるという特性からしばしば確率の問題などで使われることがある。例えば二人での対戦においてグー、パー、チョキを出す確率をそれぞれ3分の1、つまり同様に確からしいと仮定し、愛子の際に勝敗が決まるまで、 無制限にやり直すとした場合でも、平均すれば1.5回で勝敗が決着する。また、じゃんけんを N 人で行うとすると、N が2以上の時1回の試行で愛子となる確率は、1から 2N に、3N-1 となる。例えば、じゃんけんを4人で行う場合は N に4を代入して、愛子の確率は13、27となる。じゃんけんは偶然性に多くを支配されるゲームである。 一方、心理戦の側面も有している。これは、競技の性質上、相手が何を出すのかが、事前に分かっていれば確実に勝つことができるため、それを何らかの方法で読み取ろうとする努力が時になされるためである。例えば、二人での勝負において、二回連続で互いに、グーで愛子になったとする。この時、相手は何を出すかを考えると、一番単純なのは、 相手がまたグーを出すことであるから、それに勝つパーを出す作戦が考えられるが、相手も同じ考えをしてくるならば、パーに勝つチョキを出すべきである。さらに、相手が、そこまで見越して、チョキを出してくることを想定して、再びグーを出す作戦も考え得る。このように、競技の性質から、思考は堂々巡りに陥ることになるが、相手の人となりを知っているのなら、そこから、 どこまで考えを巡らす人物であるかなどを考慮に入れ、最終的に相手が出すであろう手を予測することになる。また、1回目が、ー2回目がチョキでアイコになったとすれば、グーチョキパーという頃から3回目にはパーが出てくる可能性が高い。特に、アイコデションがテンポよく行われている場合には、別の手を出すまでに、考えが至らないことも多く、テンポに乗せられて、 パーを出してしまう可能性も多い。テンポが速い場合には、手の決定は瞬間的、反射的に行われることが多いため、こういった予測が一層効果的であるとする考え方もある。複数ラウンドによる勝負では、心理戦の要素は一層高まる。相手の性格と前回相手が出した手から、次に出す手を判断し、それに勝つであろう手を出すという、作戦を取ることができる。 特に子供同士でジャンケンを行っている時や酒が入るなど判断力が低下した場でのジャンケンは顕著に性格が出るため例えば前回相手が負けたならその負けた手に勝つ手を出すという作戦を取ることができる例えばパー対偶で負けた時にはパーに勝つために相手はチョキを出すと予想し偶を出すという作戦である一回勝負であったとしても 心理戦の要素を持ち込むことができる。実際のじゃんけんに入る前に、相手に何を出すのかと尋ねたり、自分はグーを出すなどと相手に宣言するなどして、相手がそれに対してどう判断するかを予測したりして、心理戦を生じさせることができる。別の方法は、自分の前で両の手のひらを、右章が左側に、左章が右側になるような形で合わせ、両手の指を結び合わせ、 肘と手首を曲げながらその結び合わせた手を自分の顔の前に持ってくるものである。結び合わされた手は小指の側が自分の顔に近く、親指の側が自分から遠くにあるが、その手を覗き込むようにして結び合わされた親指の隙間から見える光の形を見る。ただしこの方法の勝率への関係性は定かではない。手を出し合う時の掛け声、ジャンケンポンは、 標準的なものであるが、これには主に地方ごとに様々なバリエーションがある。また、時折同じ市町村でも地域によって異なる場合がある。通常の掛け声のパターンとメロディに乗せるパターンに対別される。日本では最初アグーとグーを出してから、ジャンケンポンのタイミングを合わせることがよく行われるが、これは、志村健が考案したもので、2020年3月に、 志村が亡くなった際には、日本じゃんけん協会がツイートコメントを発表している。じゃんけんを基本ルールにした遊びとして、最も有名なものとしては、あっち向いて、ぽいがある。その他、グリコ、叩いて、かぶって、じゃんけんポン、お菓子屋さん、カレーライス、グリンピースジャン、軍艦じゃんけん、ドンパッパ、ビームフラッシュ、じゃんけんブルドッグ、サルサンベンなどがあり、また、足じゃんけん。 絶じゃんけんなど、手以外の体の部分を使って遊ぶものがある。あるいはまた、最初は、グーじゃんけんポンと出すアホがいる。最初は、グーじゃんけんポンと出さないアホがいるなどという、引っ掛けのじゃんけんもあった。野球圏でもじゃんけんを行うが、これは派生したものとは違う。該当項目にて衝突する。日本では、じゃんけんだけの大会が開かれることは、ほとんどないが、 普及し始めて、日の浅い地域では新知識に対する感動が大きく、世界大会が開かれるようになった。日本では、グーパーじゃんけんなどがあるので大人数でも、じゃんけんのトーナメント戦はほとんど行われなくなったが、カナダ日本共を置く国際じゃんけん協会の主催による、世界大会は、トーナメント方式で戦われている。UK ロックペーパーシザーズチャンピオンシップス2010年大会の、 対戦風景ジャンケンにおける心理戦の側面や勝敗に伴って何らかの利得を得、または負担を負うことを訳して勝負を行った場合の賭博としての側面などを題材としたフィクションが存在する。ジャンケンの特性上、それを題材として中長編の作品を作ることは困難であるため、作中の一エピソードとして、または短編として扱われる場合が多い。 野球拳の系統を除く。これらの作品の他に、ジャンケンのルールとは関係なく、攻撃手段をそれぞれグーチョキパーに見立てた必殺技が登場する作品もある。代表的なものにドラゴンボールのジャンケン、ハンターハンターのジャジャンケンなど、有名なものを挙げる。また、正式なジャンケンではないが、オールスター親子で勝負。では、 カエルヘビナメクジのジェスチャーで無試験をやる親子トリプルマッチがあった。公式サイト関連ウェブサイト、ありがとうございます。